ご視聴ありがとうございます。今回の動画では、ファミコンのシューティングゲームで、連射ブームを巻き起こした、あのスターソルジャーの誕生についての数々の逸話を、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。さらに、この動画のエンディングでは、あの懐かしい、スターソルジャーの BGM が、流れてきますので、お楽しみに。スターソルジャーは、ハドソンから1986年6月に、リリースされた、ファミコン用のシューティングゲームだよ。この作品は、あの夏のハドソン全国キャラバンに、採用された作品でもあり、ファミコンのシューティングゲームブームを、支えたゲームでもあるんだ。ファミコンのシューティングゲームブームは、1985年に、発売された、スターフォースの登場により始まり、翌年のスターソルジャーの、リリースによって最盛期を、迎えることになるんだ。スターソルジャー現る。スターソルジャーが、初めて子供たちの前に現れたのは、コロコロコミックの1986年2月号の、特集ページに掲載されたのが初めてなんだ。この紙面には、カラーページの見開きで、タイトルは、制作開始、スーパースターフォース、と紹介されていて、記事の冒頭は、あのスターフォースが、さらにパワーアップして帰ってくるよ。1983年の、夏に、全国のファミコン選手たちを、熱狂させた。あのシューティングゲームが、さらにパワーアップして、僕らの前に帰ってくるんだ。その名は、スーパースターフォース。そして、このゲームのメインプログラマーだった、野沢さんもインタビューに答えていて、インタビューの記事は、こんな感じです。今回の新しいゲームは、謎解きも楽しめる、シューティングゲームの、決定版を作る予定なんですよ。このゲームは、スターフォース以上の超スピード連射ゲームにするつもりです。それに、ゲーム性も、前作よりももっと、戦略的に、奥深いものを目指してるんですよ。さらにマシンのパワーアップも、充実していて、5段階にグレードアップができたり、全方向へビームを発射したり、バリアも張ることもできるようになります。この新しいシューティングゲームは、前作のスターフォースよりも、一層面白いゲームになりますので、期待してくださいね。というもの。あれ、ゲームタイトルが、スーパースターフォースになっているね。新作のシューティングゲームは、スターソルジャーじゃなかったかな？この新作ゲームが、初めて掲載された、コロコロコミック2月号の、記事は、まだ開発中の時で。そのため、ハドソンへのコロコロからの取材は、1985年の12月頃に作られたものなんだ。そのため、まだゲームタイトルが決まっていなかったから、コロコロの編集部が、仮名として、スーパースターフォースとして掲載されたんだよ。その後、発売までに、正式名の、スターソルジャーになったよ。ちなみに、アーケード版のスターフォースを、開発したテクモも、1986年11月に、スーパースターフォースという同名の、ゲームを発売しているんだけど、スターソルジャーは、ハドソンのオリジナルシューティングゲームだから、全く違うゲームなんだよ。当初、スーパースターフォースと呼ばれていた技術は、今では埋もれた歴史だね。ハドソン、スターソルジャーの開発を、開始。スターソルジャーの開発は、第1回ハドソン全国キャラバンが、終了した後の、1985年10月頃から始まったんだ。ハドソン社内では、夏のキャラバンが大盛況だったこともあり、来年のキャラバンは、またシューティングゲームで行きましょう。ということで、この秋から、ハドソンの札幌開発部で、新作ゲームのプロジェクトが、開始されるようになるんだ。開発の主なメンバーは、メインプログラムが、ハドソンのエースプログラマーの、一人であった、野沢さん。デザインの主担当は、職人気質のドット屋さんの、山本さん。サウンド関係の担当は、音楽プログラムを、笹川さん。そして効果音は、プログラマーの飛田さん。あの印象的なサウンドの、作曲は、国本さんが担当することになったんだ。メインプログラムの、野沢さんは、エースプログラマーが勢揃いする、ハドソンの中でも、一目置かれる人物であり、このスターソルジャーの制作では、リーダー的な存在として、活躍することになるんだ。ちなみに、スターソルジャーのタイトルロゴは、野沢さんが作りました。そういえば、サウンドの担当って、効果音専門で担当者がいるんだね。そうだね、現在のゲーム開発者なら。なんで効果音のために、プログラマーが別に立ってるんですか？音楽は、作曲とプログラマーの二人でいいんじゃない？と思うだろうね。当時の1980年代初めの、ファミコン開発の環境では、まだサウンドは、プログラムから完全に分離されていなかったんだ。そのため、サウンド関係は、効果音を作るプログラマーと、作曲を専門にするスタッフ。そして、音楽をプログラムするスタッフという、3人体制での開発が、必要だったんだ。ハドソンでサウンド作りが、プログラムと音作りが、分離できるようになったのは、1988年頃からです。ファミコン初の、巨大ボス、ビッグスターブレインの登場。スターソルジャーの開発は、1985年の、秋から、ハドソンの精鋭部隊によって、開発され、順調に開発が進められていたんだ。その中でも、一番開発に苦労し、さらにゲーム業界をも驚かせたのが、巨大ボスキャラである、ビッグスターブレインの登場なんだ。この巨大キャラは、ステージのラスボスであり、
全16ステージあるこの作品の中で、4ステージと8ステージ、12ステージ、16ステージの最後に、登場するのが、このビッグスターブレインなんだよ。なぜ、このラスボスが、ゲーム業界を驚かせたの？それは、1986年当時、ファミコンで、巨大ボスキャラを表示させるのは、とても難しい技術だったんだ。なぜそんなに、難しかったの？それは、ファミコンでは、スプライトという技術で、動きのあるキャラクターをスムーズに、動かすことができるんだけど、このスプライトには、制限があるんだ。制限？そう、ファミコンのスプライトは、縦と、横に、8×8 ドットで、64コマでしか表示できないんだよ。このスプライトは、様々な動くキャラクターを、スムーズに動かせる便利な機能なんだけど。例えば、スターソルジャーでは、操作するマシンや、敵キャラや、攻撃するための弾、爆発のパターンや、点数など、動きのあるものは、このスプライトの64個の中に、収めなければならないんだ。シューティングゲームのような、動きの激しいジャンルでは特に、このスプライトの表示制限が、ネックになってしまうことがよくあるんだよ。だから、ビッグスターブレインのような、画面いっぱいに表示される、ボスキャラは、当時のファミコンの性能では、表現は無理だと言われていたんだ。この頃の、ファミコンゲームでは、巨大キャラは、表示できないってことかな？そうなんだ。ところが、さすがは、ハドソンのエースプログラマーの、野沢さん。困ったな。どうしたんですか、野沢さん。いやー、この新作で、巨大なボスキャラを画面いっぱいに、表示しようと思ったんだけど、ファミコンの性能では、こんな巨大キャラの表示は無理だなー、と思ってね。確かにそうですね。使える、スプライト数は、64個しかないですし。それに、時期や、撃つ弾や、爆発パターンも入れると、使えるスプライトの数は40個以下ですからね。そうなんだよ。でも、やっぱりステージの最後は、巨大なボスキャラの登場で、迫力のある演出にしたいしな。野沢さんの技術で、なんとかできないですかね。そうだな、待てよ、そういえば、スプライトを利用するのに制限があるけど、背景画面は、そんなに制限がないよね。まあ、そうですね。もしかしたら、ビッグスターブレインを、出現させることができるかもしれないぞ。本当ですか？そう、例えば、当たり判定がある、ラスボスのコアなどは、スプライトを採用して、その他は、背景にしてしまって、プログラム処理でうまく表示を、コントロールすれば、実現できるかもしれないぞ。お、まさにコロンブスの卵のような発想ですね。さすが野沢さんです。ということで、メインプログラマーの野沢さんが、考えたのが、バックグラウンドそのものを、ボスにするという方法だったんだ。背景画面を利用して、巨大なキャラクターを表示させるってこと？そう、バックグラウンドと、最低限のスプライトを利用して、巨大ボスキャラを表現することに、成功したんだ。ファミコンでこの技法を使って、巨大なキャラクターが表現されたのは、このスターソルジャーが初めてのことだったんだ。さすが、野沢さん。こうして、完成したビッグスターブレインの、登場は、流れる星の背景の中から、画面の8割を占める巨大なボスが、いきなり目の前に現れるという、インパクトを与える演出で、多くのユーザーを驚かせることに。さすが、高い技術力を持つ、ハドソンだからできた、ゲイボーイだね。シューティングゲームでの、レーザー打ちへの憧れ。スターソルジャーは、ビームをどんどん打ちまくる、連射ゲームのイメージが強いと、思うんだけど、実は、操作するマシンから、ビームだけでなく、レーザーも利用することができるんだ。そういえば、友達にレーザーの遊び方を、教えてもらったような。スターソルジャーのテスト段階では、普通にパワーアップしていくと、標準で、レーザーが発射できる仕様になっていたんだ。おお、レーザーの標準装備だね。でも、開発途中で、このレーザーの標準装備は廃止されることになるんだ。その経緯はというと、ハドソンのゲームテスト中の出来事。野沢さん、このレーザーの出来、すごくいいですね。マシンのパワーアップシステムに、ついで気心で、レーザーを作ってしまったよ。いやー、これは、グラディウスみたいで面白いですよ。しかしな、このレーザー打ちは、かっこいいんだけど、これを採用してしまうと、スターソルジャーの売りである、電車の魅力が薄れてしまうんだよな。まあ、そうかもしれませんね。それに、電車を売りにしている、高橋名人にとっては物足りないゲームになってしまうかもしれないな。確かに、そうですね。このゲームでは電車を売りにしたいが、しかし、完全にレーザーを、なくしてしまうのは忍びない。せっかく作ったものですからね。こうなったら、この武器を、裏コマンドに隠してしまって、コマンドを知っている、ユーザーだけが遊べるようにしようかな。ということで、レーザーは、標準装備ではなく、隠しアイテムや、隠しコマンドで実装されることになったんだ。ここで、スターソルジャーでの、レーザーの出現方法を、ご紹介します。ユーザーが、この作品で、レーザーを出現させる方法には、二つのパターンがあるんだ。二つのパターン？そう、一つは、最初からレーザーが使える方法と、もう一つは、ステージ途中からレーザーを、搭載する方法があるんだ。一つ目の、最初からレーザーが使える方法は、タイトル画面で、ファミコンのコントローラーの、セレクトボタンを、10回押し、
それから、十字キーの右斜め下と、A ボタンと B ボタンを押しながら。さらに、2コントローラーの右下を、押しっぱなしにしながら、A ボタンと、B ボタンを押すんだ。その状態で、スタートボタンを押すと、この裏技が使えるようになるんだ。この裏コマンドは、相当難しい操作だね。そして、このコマンドが、成功すると、一瞬タイトル画面が切り替わり、スターソルジャーのマシンは、最初から、いきなり5方向ビームが発射できるようになり、さらに、セレクトボタンで、ビームと、レーザーを切り替えてプレイすることもできるようになるんだ。おお、これで、最強状態から、スタートできるんだね。もう一つの、ステージ途中からレーザーが、使える方法は、6ステージに登場する、隠しアイテムを、出現させることで、スーパーレーザーを装備するというやり方なんだ。成功すると、これも、セレクトボタンを押すことで、ビームと、レーザーの使い分けができるようになるよ。ちなみに、レーザーの威力は、ビーム16発分の威力があるから、これでボーナス獲得キャラの、ラザロも一撃で倒せるんだ。すごい、ラザロ一撃で撃退。ちなみに、ハドソンキャラバン大会で、裏技を使うと、失格になっちゃうよ。そういえば、なぜ、ハドソンはレーザーにこだわったの？ハドソンのメインプログラマーの、野沢さんが、なぜレーザーにこだわったのかというと、実はこの時代のシューティングゲームの、大きな流れがあったんだ。シューティングゲームの大きな流れ？そう、それは、スターソルジャーが開発された前年に、登場した、あるアーケードゲームの登場が、大きな影響を及ぼしているんだ。レーザーを流行らせた、そのゲームの存在が大きかったってこと？そうだね、スターソルジャーを開発していた当時、シューティングゲームでは、レーザーが、定番になりつつあった頃で、これを決定づけたのが、1985年に、登場したコナミの、グラディウスなんだ。おお、グラディウス。グラディウスは、ゲージ式のパワーアップや、ステージごとに全くイメージが、違うボスの登場、演出の素晴らしさなどなど、現代のシューティングゲームの、基本的な要素が全て含まれた、極めて高い完成度の作品であり、その中でも、オプションと、レーザーは鮮烈なかっこよさで、当時のゲーム制作者にも、強烈なイメージを与えていたんだ。そのためクリエイターからは、最強武器といえば、レーザーだな。と言われるようになっていたんだ。グラディウスは、ゲームクリエイターにも強い影響を、与えていたんだね。そうだね、当時、対等に在籍し、後にダライアスを開発した、長谷川健さんも、本当は、ダライアスでも、グラディウスのようなかっこいいレーザーを、実装してみたかったんですけどね。と、後に証言しているよ。それぐらい、当時のレーザーは、鮮烈なイメージの武器だったんだよ。そういう流れの中で、ハドソンも野沢さんも、スターソルジャーでレーザーを、実装したんだね。そうだね。スターソルジャーで、遊ぶ機会があれば、ぜひ、レーザーを実装して遊んでみては、いかがでしょう。高橋名人の連射で、バグの発見事件。スターソルジャーの開発では、高橋名人がテストプレイ中に、バグを発見したという逸話も、残されているよ。この作品で有名になる高橋名人も、テストプレイに参加していて、そこで、名人らしいバグを発見することになるんだ。名人らしいバグを発見？そう、この時の模様を少しドラマ風に、再現すると。ピコ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 。あれー、野沢さん。何ですか？このテスト画面、なんか変ですね。何か異常なことがあったんですか？そうみたいですね。この5方向の弾で、敵キャラを攻撃していると、爆発しないキャラが弾に、発生するんですよ。例えば、このような敵キャラが多い画面で、連射をするとこう、爆発しないものがあるでしょう？あれ、本当ですね。敵キャラが、爆発していないぞ。どういうことなんだ？この現象に、プログラマーたちは、一瞬パニックになり、しばらく呆然とする状態に。あれ、本当ですね。確かに、地上物に弾は当たってますが、爆発してませんね。これは、もしかして、爆発パターンの処理が間に合っていないのかもしれません。爆発パターンが間に合っていない？はい、多分名人の、連射が早すぎて、想定より数より敵を攻撃していたため、敵を破壊する数が多すぎて、画面処理が追いつかなくなってしまったんですよ。まさか、こんなに、破壊できるとは、驚きですね。これは、想定外のバグですよ。高橋さん、ありがとうございます。これで、バグを発見することができましたよ。なんと、メインプログラマーの野沢さんが、想定していた以上に、高橋名人の連射が、早すぎて、1画面で敵を爆発させる回数が、増えてしまい、画面処理が追いつかなくなってしまうという、プログラムのバグを発見したんだ。おお、さすが16連射の、高橋名人。ということで、野沢さんは、プログラムを書き換えて、スターソルジャーが発売する前に、バグを修正することができたんだ。野沢さんは、後に、私が想定していたよりも、敵を1画面で撃破するプレイヤーが、世の中に存在するってことを、思い知りましたよ。と証言しているよ。高橋名人の連射テクニックがあったからこそ、発見できたバグだったんだね。スターソルジャーの発売。こうして、スターソルジャーは、半年の開発期間を、経て、ハドソンから無事に、1986年6月13日に、
リリースされることになるんだ。この作品は、第2回の全国キャラバンでも、大盛り上がりを見せ、高橋名人の、16連射を印象付けたソフトとしても、知られるようになり、さらに1倍本数も、100万本を突破する大ヒット商品になり、ハドソンのファミコン時代を、支えた、名作ゲームになるんだ。ちなみに、ハドソンが、ミリオンセラーを達成したゲームタイトルは、6本あるんだけど、そのゲームタイトルは、というと、サードパーティは、そのファミコンゲームである、ロードランナーと、コロコロとのコラボから実現した作品、忍者ハットリくんと、ドラえもん。そして、名人自らキャラクターで、登場した、高橋名人の冒険島。シューティングゲームのブームの火付け役となった、スターソルジャー。桃鉄シリーズのデビュー作、桃太郎伝説。の6本だよ。しかも、スターソルジャーが発売された、1986年に、4本もの、ミリオンセラーを記録しているんだ。まさに、1986年は、ハドソンの最盛期の年と言っていい年だね。そして、頑張った社員のご褒美として、この年に、ハドソンらしい豪快な、社員旅行を決行することになるんだ。豪快な、社員旅行？ハドソンの社員旅行。最後に、スターソルジャーの発売で、ファミコンのシューティングゲームブームに、火をつけた、最盛期のハドソンらしい逸話を、紹介させていただきます。スターソルジャーが完成した、1986年は、まさに、ファミコンのシューティングゲームブームの、最盛期の年であり、ハドソンにとっても、ミリオンセラーを連発し、さらに全国キャラバン大会も大盛況という、ノリノリの年であった。そんなハドソンは、スターソルジャーのマスターアップ後に、社員旅行を決行することになったんだ。社員旅行？そう、そして、この社員旅行が当時の、ハドソンらしい、豪快なツアーで。なんとこのツアーは、ジャンボジェット機を、丸ごと1機を貸し切って、社員全員で、ハワイ旅行に出かけるというものなんだ。すごいですね、ジャンボジェットの貸し切り。しかし、この豪快なハワイ旅行で、大変な思いをしたスタッフもいたんだ。大変な思いをしたスタッフ？そう、それは、スターソルジャーの効果音を、担当した飛田さんなんだ。スターソルジャーを開発していた当時、ハドソンのゲーム開発部は、札幌と東京の、2箇所にあったんだ。効果音を担当した飛田さんは、ハドソンの東京開発部に、在籍していたんだけど。あれ、スターソルジャーって、札幌の開発部で作ったんじゃないの？そう、このゲームのメインプログラマーであった、野沢さんから、飛田くん、申し訳ないが、新しいゲームの、効果音周りを手伝ってくれないかな。ということで、飛田さんは、急遽、札幌に飛び、スターソルジャーの開発を、手伝うことになったんだ。ハドソンは、1987年まで、東京に開発部があったけど、その後は札幌本社にすべて、統合されるようになります。そして、スターソルジャーは、無事完成し、ハドソンは、ジャンボをチャーターして、千歳空港から、ハワイに全社員が旅行に、行くこととなり、そこで、困ったのが、東京から応援に来ていた、飛田さん。飛田くん、スターソルジャーが完成したら、すぐにハワイ旅行だよ。楽しみですね。ジャンボジェット機を貸し切って、ハワイに行くなんて、前代未聞ですね。そういえば、どこの空港から、ハワイに出発するんですか？やっぱり、成田からですかね。いや、千歳空港から、ホノルルへ直行する予定らしいよ。私、ハワイに行くための、パスポートとか、旅行自宅とかを札幌に、持ってきてませんよ。それは、まずいな。それじゃあ飛田くんは、お留守番ということで。いえいえ、せっかくのハワイ旅行ですから、絶対に行きたいですよ。それじゃあ、どうするの？スターソルジャーが完成したら、一度東京に帰ってからまた札幌に、戻ってきます。それは、相当な無茶ぶりだな。ということで、一度、東京に戻り、海外旅行の身支度を、整えてから、再度札幌に戻り、それから、千歳空港から、ハワイに向かうという、ひどい強行軍での社員旅行になってしまったそうです。野沢さんからの要請で、札幌に応援に駆けつけたとはいえ、いきなりハワイ旅行が決まって、ひどい強行軍になってしまったんだね。ジャンボを貸し切って、ハワイ旅行とは、当時のハドソンの勢いを、感じる、逸話だね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。